なんてことない。普通の娘になった菱ミラクルに対するみんなの反応。ミラコになんてことしやがる。ふざけるな、許せねえ。イカれるジャスタウェイ。めっちゃ地味だな。菱奇跡さん、相変わらずプール苦手。普通の人耳は学園の制服着ちゃダメだよ。ひっそりとクラスの男子からモテそう。黒髪にするともさっとなるな。こんな感じの子が主人公のアニメなかったっけ。プリコネにいそう。足毛じゃなければ地味な馬だったからな。いやまあ結果宝塚空き店ってバケモンみたいな戦績だけど、なんでタイトルホルダーとか琵琶早秀の G1 がチクラと同じなのに地味なんだろう。なるほど、菱ミラクルのヤバさがよくわかる説明だ。上がり場ではあるんだけど、2歳小倉でデビューしたのにダービー週まで未勝利でもたもたして菊まで行くのはなかなかいない。 URA の職員、髪はいいよ、あの宝石のような目は変えないでほしいな。元の目の綺麗さを保ったまま茶色系の色にできませんかね。目が綺麗だとモブ感じが減ってしまう。本筋に絡まないで背景にいるタイプのサブキャラなはずなのに人気出ちゃうタイプの子。ミラコは可愛いなぁ。UFO やってそうな見た目になった。すっごいわかるマン。馬耳外したドーベルがトランペットの高坂さんぽくなる。デカリボン枠がちょっと。デカリボンはデジタン。推しに対する熱量はデジタン並みだったね。縦ロール控えめな感じの子がスイープに似てる。 AI にネイチャが組子と認識された話す子。ふざけるなふざけるなバカ野郎。戦闘の足毛を守るために犠牲になったんや。ジャスタウェイは激怒した。やっぱりこいつ外見でしか物を見てねえ。人間だって見た目9割くらいで判断しているだろ。性格悪くても顔が良くてスタイル抜群なら甘い判断する方が多い。中身が良ければなんてものは砂場の一握りのよくできた人間のみよ。外面は内面の一番外側という言葉もあるから、ま、多少はね。走るジャスタウェイ。でもジャスタとゴルシはずっともだよ。セリヌンティウスはゴルシになるのか、戻ってきたら自分だけさっさと帰ってそう。馬がジャスタウェイを表す絵文字なのが謎。なんか由来あるの？初期は他の馬の反応とかもあったりした気がするけど、いろいろなアイコンが生まれる中特に他が出てこず、特に足毛記事とかで反応として使われてるうちに、ジャスタ以外で使われなくなってった感？絵文字で馬を表す文化の走りがジャスタだったので、そのまま定着した。なんだどこにでもいない、普通じゃない美少女か。菱ニュートラル。これが馬耳を取られて、陰気モードになったミラコか。土日の休みはゲームしてて部屋で引きこもってそう。髪もめんどくさいから切ってないんだろう。部屋着も T シャツに油かいて座ってそう。30代になるとビール片手に、コンビニ弁当食ってそう。おかしい、ライトハローさんが浮かぶ。今とあまり変わらない気がする。でもある日、妹が連れてきた友達と出会って変わるんや。彼女にお洋服を着せたい、写真撮りたいって行動する中で、かつての裁縫部の同級生がストーカーやってるのが発覚したり、いろいろあんねんな。ミラネーに友達はいないぞ。ターボなんてこと言うのですか。一気に特徴がなくなったな。耳や足毛、瞳などが馬娘としての個性を表す、重要な部分なんだと改めて実感する。確かにこう見るとパーツ単位はほんと地味だな。耳カバー取るだけでもモブ感が増すよな。モブと混ざってるとあの耳カバーだけなんか目立つよね。すごいモブい、かわいい。激モブ。結局のところ髪はグワってなってるのもモブっぽくないから、髪切ろうか？言うてタイトルホルダーも琵琶早秀も、G1 以外の重賞も勝ってるからな。逆になんで G1 だけ勝てたんだろ。重賞では通用しなかった馬が G1 を3つ勝つ。そういう奇跡も長い競馬の歴史の中では、あってもいいそういう馬だよね。強かったけど目立たないとかではなくて、山ほどいる重賞レベルでは通用しない、強くないオープン馬に起こった奇跡。これからって時に怪我もしたからな菱ミラクル。そして、その怪我のリハビリの一環がプール調教。G1 はタフな展開になりやすくて、スタミナが生きるからとか？
通 G1 かつレベルの馬は仕上がり途上でも、前哨戦の G2G3 は力差で勝てるもの、長く G1 しか勝ってなかったマヤのトップガンも、97年の阪神大賞典を勝った、G1 も1勝ならたまたまの可能性もあるが、たまたまが3つはまずないのでミラコと稲荷は謎。稲荷湾は希少なんだが爆発力のある一発やってことであり得るかなと思うけど、騎士ミラクルはほんとわかんない。周りが重圧や厳しいマークで潰し合う中、ノーマークかつマイペースでスタミナ山盛りだった。長距離はこれでいいとしてなぜ勝てた宝塚。妙に可愛いって話題になるタイプのモブ。うっかりあいつ可愛いよな、って言うとむっつり扱いされるタイプ。メガネをかけるかメガネを外すかくらいの違いしかないだろうに。浪人わからぬかそのものにとっては足毛など竹光のごとき、生蔵に過ぎぬと。姉味というかママ味というかそういう感じの雰囲気出るわね。こっちのミラコは性格良さそう、アプリのミラコはいい性格してる。泳ぎ下手そうなのは共通してそう。実はガードガッチガチで、こいつなら俺でもって思って告白したクラスの男子たち、片っ端から玉砕させてそう。この娘を足毛にして馬耳つけて、目を宝石にすると可愛くなると思います。このへにゃっとした口元と吸い込まれるような瞳と、ふわっとした髪と緩んだお腹が俺を狂わせる。私のこと太ってると思っていませんか？両手に食い物持ってる時点でちょっとね。宝くじは外れても、稼いだお金でそこそこション買って一緒に住みたい。どの子もまんべんなく育成するスタイルだけど、ミラコ引いてからずっとミラコ育成してる、なんというかあまり気負わなくていいというか。色って大事なんだなモブ感がすごいました。〇〇さんが廊下で呼んでるよとか、伝達してくるモブっぽい。リホコっぽい？確かにリホコ系だよなう。言われてみるとミラコとリホコってなんとなく似てるな、むっちりで食い意地張っててのほほんとしてて、ちょっとぐうたらで何より可愛いとことか。アイドルソシャゲの初期 R キャラにいそうというか、足毛と馬耳取り除いても言うほど印象激変しないあたり、やっぱりもともと地味めになるように意識してキャラデザされてるんだな。レース引退してもずっと一緒で、なし崩し的に結婚したい。ミラコの現実世界の姿、馬娘コネクト。でもこの娘ならプール一緒に行ってくれるよね、よね？プールどころか海行って水着取れそうになるところまで、一枚絵で出るぞ。ゴルシみたいに、子馬の頃はこんな色だったのかもしれんし、かわいい。さては俺のこと大好きだな。クラスにいたらこの子俺に気があるよなと思われて、妙に人気になるマチタンタイプの子だ。マチタンは告白してもどうせ振られると思われてそう。ったく、こんな地味子好きになるの、俺だけだっていのう。いいだろ？だってミラクルだぜ。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。